糸島二条岳の巨岩からの眺めは絶景。片道50分の楽々コースです。トンボ山、浮岳、目岳、二条岳の糸島四座の一つ、二条岳に親子で低山ハイクしてきました。二条岳は標高711メートル、の糸島にあるですね、糸島四座の山で、眺めがですね、糸島の海がちょっと一望できるんです。ただし山頂のですね、標識の上の巨岩の周りの方がですね、すごく眺めがいいので、こちらからの眺めを見られるのがおすすめです。はい、マナコキノカランド大研修棟っていうですね、ナビ一応出てくるんですけど、じゃあマナコ登山口からですね、こちらにいます。ここから二条岳ラクラクルート711メートル、手が邪魔に行きたいと思います。マナコ登山口へは Google マップでマナコキノカランド大研修棟をセットして進みましょう。はい、注意点です。カモユラリンゴ橋からですね、この、マナコキノカランド大研修棟までの、車道、車の道ですね、ここの道がちょっと細いので、大きい車で行かれる方はちょっと注意が必要です。駐車場は約20台から30台ぐらい止められそうな感じですね。トイレもあるので、ここで済ませておきましょう。この駐車場から、鴨神社の方に進むと、マナコ登山口になります。駐車場からね、少し進みますと、このね、二条岳の登山口、まあ、看板あるんでね、わかるかなと思います。それでは行ってみましょう。イエーイ、はい、行こう。マナコ登山口からの、登山コースだと片道が50分なので、親子登山にはおすすめですね。割とですね、登山口ね、分かりやすい一本道なので、もう順路に沿って進んでいきましょう。割とですね、木の根っこがですね、多い登山道なので、引っかかって転ばないように注意してください。伐採が進んで日当たりが大変良くなってますね。気持ちいい山道です。分岐です。一応ですね、こっちからキャンプ場の方からもちょっと道険しいって書いてたんですけど、来れるみたいですね。それでは二条岳ね、ピーク目指したいと思います。難所はですね、山頂の手前にちょっとこのロープがあるぐらいですね。ここがちょっと急登になります。比較的子連れでも登りやすい山だと思います。親子登山の方ですね、他の方も大変多かったです。二条岳
山頂に着きました。標高 711.4m。一応ね、山頂木札もこういうふうにね、ございますので、一人一枚、持って帰ることができます。山頂木札もその中に入っております。糸島登山といえばやっぱり山頂木札ですね。はい、二条岳、山頂に着きました。山頂木札はちょっと下の方にあるんですけどね、もうちょっと上がるとこのね、岩場の絶景になります。糸島のこのね、海が、一望できますね。最高。比較的子連れでも登りやすい山だと思います。親子登山の方ですね、他の方も大変多かったです。最近のちょっと下のこの部分、けん玉です。応援してください。それでは下山しましょう。できました。上りは50分で下りは40分だったので、本当に楽々コースでした。イエイ。はい、二条岳ちょっと親子で始める、低山ハイク、非常に楽ちんなコースで歩きやすかったです。こちらのね、親子ハイクの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。